宮城県の一ノ瀬、国の一、
西の地域、大和村上幸則さん、宮城県美里町2名、菊池さん、こちらは無事、仙台の姉と呼ぶ。宮城県福島浜町、塩見台、菅野純子さん様。宮城県福島浜町、塩見台、菅野純子さん。私と母は元気です。自宅に連絡をください。Thank you.
こちらは連絡。
公民党三島邦子さん、福島県浪江町山田裕子さん、
吉沢孝一さん、こちらは無事連絡した。山形県米沢市津田町、高橋由也さんから、宮城県女川町石浜、佐藤雄也さん、無事でした、連絡待ってます。警報が出ているのは次の地域です。青森県の太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、そして津波注意報が北海道の太平洋沿岸、茨城県から高知県にかけて、太平洋側、宮崎県、鹿児島県東部西部、種子島、屋久島、奄美諸島、トカラ列島に出ています。では防災情報機構会長の伊藤隆さんに、新しい情報が伝えてきました。宮城県を
マグニチュード 4.3 と推定されています。そして可視化震度ですね、震度3が茨城県の日立市、神栖市、福島県大熊町、渡辺千子さんから、福島県南相馬市、小田さん、岩手県南極の右方向です。
NHK の情報ですが、午後11時43分ごろ東北地方で地震がありました。午後11時43分ごろ地震がありました。震度3以上観測したのは、震度4が青森県の三八神北、震度3が津軽北部、青森県下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県中部、左方向 1km 先、天文エリア11時43分頃、東北地方でやや強い地震がありました。震度3以上観測した地域は、震度4が青森県の三八上北、震度3が津軽北部、青森県下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県中部、秋田県沿岸南部となっています。お伝えしていますように、午後11時43分ごろ、東北地方でやや強い地震がありました。震度3以上観測した地域、震度4が青森県の三八神北、震度3が津軽北部、青森県の下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県中部、秋田県の沿岸南部、山形県の庄内地方、山形県の庄内地方となっています。繰り返しお伝えします。午後11時43分頃、東北地方でやや強い地震がありました。震度3以上観測した地域は、震度4が青森県の三八神北、震度3が青森県の津軽北部、青森県の下北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、宮城県中部、秋田県沿岸南部、山形県庄内地方、山形県村山地方となっています。繰り返してお伝えします。午後11時43分頃、東北地方でやや強い地震がありました。この地震で震度3以上を観測した地域は次の通りです。高下震度、震度4が東北町、秋沢村、矢浜町、震度3が柳内町、外岩場町、八戸町、小和田市、三沢市、野辺地町、一戸町、六戸町、青森県の南部町、八上町、宇治市、東通村、盛岡市、富士市、広野町、二戸市、一戸町、八幡平市、黒根村、花野町市、北上市、大田市、千代瀬700m 左方向です。西和賀町、奥州市、鹿間町、戸部市、岐阜町、秋田市、高田市、中山町などとなっています。では再び調査に伺います。伊藤さん、またやや強い余震がありました。そうですね、11時35分は茨城県沖ね、はい、43分に今岩手県、はい、これも頻繁とこういう余震が発生をするということなんですね、はいはい、で緊急地震速報をです、ね、発表する、まあ、基準といいますか、それはです、ね、地震から来る震源から来る最初の波であるピーナを捉えて、それで震度5弱以上のところが出ると想定された時に発表するんですが、今のは5は出てないというような、それぐらいの誤差があるものだというふうに思っておいていただきます。まあ、ですから、こうした、そうです、もちろんこれは、昨日の巨大地震、これからですね、恐らく、ということはありませんから、これまでの一般的な検討としてね、だからあれほどどでかいのはもう起きないというふうに考えてもらっていい
安定させてですね、はい、安定活動を、この地震を含めて6回発生しています、まあ、その他に、強い揺れを伴う多数の地震が観測されています。しばらくはこのような地震活動が